午後正午の日本ゲーム情報。さあ、今日はね、戦国ダイナスティ、新しく登場したゲームですね。こちらをやっていこうと思います。日本が舞台のオープンワールドゲームで、村を作ったり管理したり、生き残って捜索して、個性豊かなキャラクターと出会いながら、己の伝説を築き上げろってことでね、午後正午はね、伝説を築いてやろうと思います。じゃあやってみましょう。雰囲気がめちゃくちゃいいですね。キャラクターが独特な雰囲気。海辺で、結構ゴツゴツした岩が。おー、映像めっちゃ綺麗ですね。登り方も結構リアル。あ、結構登っていくんですね。おー。ここが拠点なのかな？ここを拠点に天下を取るってことか？ちょっと紅の豚の、秘密基地似てますね。ジャンプ。やばい。いきなり。体力が減った。あっち行けるのかな？キャラクターの動きが結構独特ですね。あ、登れないのかな？行きたいんだけどな。向こうから行けるかな。ここ行けそう。あ、ここ絶対行ける。ここ行けるでしょ。おお。秘密基地から脱出。岩場がね、すごいね。おお、めっちゃいいとこじゃないですか。ジャンプしたくなっちゃうんだよな。ジャンプ。ゲームオーバーしちゃった。他の生存者を見つける。生存者。生存者。誰もいないぞ。そもそもなぜ午後正午がここにいるのか。生存者を見つけるにはやっぱ高いところからね、見つけたい。日の光とかめっちゃ綺麗ですね。おお、マップ広いぞ。生存者いるのか、こんなところに。あ、こっちにも海がある。拡大ってできないのか。ジャンプしたらダメージ食らうんでね。このぐらいなら大丈夫？あ、ダメだ。あ、いた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 。話しかけよう。目線は同じ高さに合わせてね、失礼のないように。避難民。もう行かないと後で話そう。やっぱ話そう。ちゃんと話そう。あ、寝ちゃった。怪我してるんだ。焚き火、それから風よけも必要。風が当たらないようにしないと。怪我してんのかな。あ、でも辛そうだな。早く石を探そう。石を3個拾う。石いっぱいあるぞ。どうやって拾うの？あ。小枝。斧を手作りする。これだな。あ、いろんな斧があるな。
鶴橋、まあ斧で行くか。斧装備して、じゃあ火を切り倒すか。おお、木槌を作る。木槌ね。あれ、水浴びしているこんなところで。何してんだ。早く温まりたい。あ、木槌また作っちゃったよ。焚き木ね。じゃあここにね。はい。ん？資源不足。石かな。枝と石。結構資源使うね。野営を作る。野営ね。あ、肉焼いてる。野営これかな。じゃあ風が当たらないように、海の方からね風が吹いてくるんで、この辺にね。草と枝。草。手作業または釜で回収。釜作ろう。釜。釜ってあるのかな。釜。釜ないな。
寝ちゃってる。じゃあここかな。あ、ここにもうさっき立てたからここなんだ。資源不足、枝、結構資源使うな。枝がもうないぞ。これ石、石いっぱいある。枝は、あ、枝いっぱいある。石いっぱいあるね。石いっぱいあるけど、枝が、あったあった。枝。お、話しかけよう。あれ？どうだ、少しは良くなったか。私は大丈夫。魚を取ったの。料理するね。移動はしない。一生逃げ続けることなんてできない。信じる者を止めるつもりはない。ダイナスティレジェンド。最寄りの村に行こう。もう一回話しとく。最寄りの村を見つける。なんかある。ごぼう。なんか根こそぎ取りたくなっちゃうよね。こんなことしてたら村見つかんないな。あ、あっちになんかあるぞ。あ、人がいる。話しかけてみよう。漁師。太郎。食べ物くれ。食べ物、食べ物。あ、食べ物あった。これもらえる？もらったぞ。これを持っていこう。いいかな。漁師の、漁師さんもらっていくよ。あ、これ日本酒飲めるんじゃない。おお、勝手に飲んじゃっていいのかな。これなんだろう。いろいろあるな。とりあえず食べ物も手に入れたし、どうやって食べるんだろうな。食べる、いい。あ、食べた食べた。魚食べたら体力が回復した。ありがとう。ごちそうさまでした。じゃあちょっと、先に進もうか。村じゃん、ここ。ちょっと待って、村村村。助けを求める。あ、なんかいるぞ。おー、
この人たちの家なんだね。村は死んだ、解体して炭や木を集めていると。手作り、クラフト、クラフト。さあ何すればいいんだ。なんかここにマークがあるな。あれ、結構いろいろ教えてくれるね。なるほど。とりあえずね、ススキの茂みを回収して。盗賊いた、盗賊。斧で解体。解体できるんだ。おー、木炭が手に入る。これもしかしてこの辺全部結構解体できるね。全部焼けちゃってんだ。あ、キイチゴ。美味しそうだな、キイチゴ。キイチゴ食べとく？キイチゴ美味しそうだね。キイチゴ。ごちそうさまでした。彼岸花かな。ツルハシ、ちょっと全部作っとこう。とりあえず板を20枚手に入れる。板を20枚手に入れる。板、木を切らないといけないのかな。あれ、これ木が焼けちゃってるから、焼けてない木を切らないと。壊れたよ。板ってどうやって作るの？斧と丸太を切って厚板にする。あー、待てよ、ツルハシを使うのか。あ、これだ、これを。なるほどなるほど。倒れる倒れる倒れる。倒れた。
で、これ丸太になったから、長縄を使って樹皮を、長縄はこれ、あれこれか、板を、お、板集めたぞ。オッケー、さっき話した人のどれかだな。あ、この人だ。釣り鐘を吊るして立てるとても重要な建造物。なるほど、ここが拠点になるわけか。せっかくなら海の見えるところに拠点を建てたいよね。お、この辺いいんじゃない？この辺いいじゃん。開けてて、ここに建てよう。建物。これだ。これを建てると、ここが拠点になるから、これ最初に建てる場所重要なんじゃないかな。そっちがいいね。お、ここ雰囲気いいじゃん。ここにしよう。ここ。ああ、なんかいいね。ここにじゃあ、鐘を立てよう。さあ、なんかできたよ。おっと、ちょっと待って。なんか、やばいやばい。なんか押しちゃったよ。なにこれ。あ。まださっきの。ちょっと遠かったかな？話しかけるまで遠いな。釣り鐘立てたよ。小さな家を建てる。じゃあこの見晴らしがいいところにね、この辺だろ、建てるなら。小さな家、家、これか。小さな家、どこに家建てようかな。この辺だろ。この辺に。やっぱ道沿いがいいかな。道沿いに。ここだろ。ここに家を建てる。おっと、資源不足。丸太全般。
手に入った。あれ夜になっちゃうな。この細い小さな木も壊れた。壊れたぞ。石、斧が壊れた。斧を作ろう。2個ぐらい作っとこう。やばい、日が暮れるぞ、日が。斧、斧、斧。暗くなってきた。さあ倒れる。これ潰れたらどうなるんだ。ああ、丸太、丸太、丸太。よし、さあ完全に日が落ちる前にね。あれ？なんだこれ。もう一個作るか。小さな家よね。小さな家2個ぐらいあってもいいだろう。小さな家、ここにね。よし。判定が難しい。お、基礎ができた。床ね。家の壁。いたいた。もうね、めちゃくちゃ暗いぞ。じゃあまずこの辺のね、木を切って。板をね、いっぱい集めて。家2個も作っちゃったな。まずはね、これを完成させたい。茂み邪魔だな。ちょっと茂みを回収して、ススキか、ススキを回収。これね、家を一軒作るのって大変だな。資源不足。この暗い中で小枝を探すの結構大変だぞ。意外に小枝が落ちていない。この周辺は綺麗だった。小枝ちょうだい、小枝。あ、なんかあるぞ。生魚拾おう。食べたらどうなの、生魚。ああ、食べれるね。そんなことより小枝ないぞ。待って、松明がある。これこれこれ、これだ。おお、いいね。そういうことね。これがあれば小枝も探せる。あ、あった。貴重な。
いっぱいあるじゃん。いや。さあ、残った家を作るぞ。枝がめちゃくちゃいるんだって。枝枝、お、夜が明けてきたよ。一晩中やってたな。さあ、雨も降ってきたし。さあ、完成だ。屋根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 。資源が不足するんだね。どうよ、慣れてきたよ。よし。家具を作る。これもっと効率よく建築できる方法ってないのかな？あ、石あった。ツルハシ使ってみる？これをね、ツルハシで。これだな。おお、一気に。おお、一気に手に入るぞ。これいいね。誰か寝てるよ。誰だよ。太郎。そこ午後正午の家なんだけどな。よし。太郎よ。そこは午後正午の家だぞ。さあ、なんか話が進み始めたな。じゃあ家が完成したんでね、家の中で休憩しますか。家どこだっけ。これかな。
太郎、太郎よ。話しかけたら寝たぞ。ということで今日は戦国ダイナスティやっていきました。結構ね話が続きそうなので続きもやっていきたいと思います。ぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。インスタグラム X でもね情報発信しているのでそちらもねフォローよろしくお願いします。日本ゲーム情報午後正午以上です。ありがとうございます。